全国ネットワークで高速バスを運営している会社なんですけれども、まだまだバスの魅力をたくさんのお客様に知っていただきたいと思いまして、バス自体をもっと面白い乗り物にしてしまったら、もっとたくさんの人がバスに乗りたいっていう気持ちを持っていただけるんじゃないかと思いまして、アトラクションバスを作ろうということになりました。でそのアトラクションバスを作るって考えた時に、じゃあどういったものがアトラクション化されていれば面白いんだろうって考えた時に、中で宇宙体験ができたら面白いよねっていうことになりまして、中で宇宙体験ができるアトラクションバスを作ることになりまして、スターファイターが出来上がりました。ここまで来れなかったかもしれないな。ヘブンスターもここまでだな。いい。モニターを元に戻していただきますので、よろしくお願いします。それじゃ出発前に僕が手元の操縦桿の操作方法を説明するよ。あ、だから地球も入れて8個じゃない？8個だ。これどうやって仕方がない。みんなワープエネルギーがたまるまで奴の攻撃を回避してくれ。基本的にお客様の声を取り入れて新しいことを開発していくっていうのは非常に弊社の姿勢としていつもあるんですけれども、今回の「スターファイター」に関しては、会社全力を挙げてっていうのもございましたし、あとメーカーさんもかなり協力していただいて、もう全員の最新の技術が詰め合わされて出来上がってます。すごい面白かったと思います。子どもの反応もすごい良くて、また来たいなと思ってます。子どもにはこういうバスに乗って遊びに行くよって実は内緒にしてたので、ちょっとびっくりしたみたいだったので、やはり子どもも難しくて、ちょっと今へこんでる感じなんですけど帰りはまた元気に楽しめると思うので、なんか珍しいバスだったので、すごく面白いなと思い、友達にもまた知らせてチャレンジできたらなと思いました。